おとせさかです。今回は2月3日に実装された翔くん、こちらの性能を見ていきたいと思います。今回の生物は固定でやらさせていただいておりまして、剣闘士に水力2のセットでやらさせていただいてます。翔くんレベル90の武器が火白炎レベル90で、まあどのくらい火力が出るのかなっていうのを参考程度に見ていただけますと嬉しいです。ただこの生物のセットにした時に、まあ攻撃ガン押しがいいのか銃撃がいいのか、まあ、落下攻撃がいいのかというところも含めてね、見ていきたいなと思っておりますので、どうぞ最後まで見進めていただけますと嬉しいです。ということで本編見ていきましょう。こんな風に暇を持て遊ぶことになるとは笑えるな。はい、ということでかっこいいセリフも終わったところで見ていきたいと思います。一応回心率が70、回心ダメージが172、元素チャージ効率122の、風元素ダメージが 61% ぐらいですね。で、火白炎の90レベル使ってますので、回心 22% 上がるのでかいですね。で、生物はもっと厳選する余地はあるんですけれども、まあ現状はこのようなサブオプション、メインオプションの生物を装備させていただいております。まあ、風属性ダメージもいいよね。で、火白炎持たせるんだったら最後回心ダメージでもいいですね。で、無凸でございますという感じです。一凸させたいんですけどね。で、一応テンプが上から766ということになってます。で、元素爆発のテンプに関しては、まあ自傷ダメージが あるんですが、テンプを育成することによって自傷ダメージのパーセンテージ減らせたりするのも魅力です。魅力的ですよね。では早速見ていきましょう。まあ、通常攻撃とやっぱり元素爆発打ってない時のダメージっていうのはね、若干やっぱ低いかなっていう気はしちゃいますよね。まあ2000ぐらいは出たりとかもしてるんですけれども、会心ダメ入んなかったら、会心飲んなかった時のダメージが低いですね。はい。で、元素スキルもう2万ぐらい出ちゃうぐらいな、かなり高火力のスキルになってます。で、今元素爆発を打つと、もうこんな感じで通常がガラッと変わります。はい、落下ダメージね、もうこれジャンプするの本当にピョンって上飛びますからね。3万を連続して立て続けに出していけると。はい、で続きまして剣闘士水力では、落下攻撃通常どれが一番効率よく火力を出していけるか見ていきたいと思います。まずは落下攻撃から見てまいります。やっぱね、でも会心乗んないと1万とかになっちゃうんですよね。会心乗ると3万、ね、本当に会心率っていうのが大切ですよね。ただね、これが一番やっぱり、剣闘士水力の組み合わせだったらいいのかなっていう気がしました。続いて通常攻撃連打バージョンですね。個人的にあんまりおすすめできないかなっていう気がしました。通常攻撃連打はあんまり良くないなっていう印象ですね。あんまダメージ出ないですからね。こんな感じですね。通常攻撃を打っていくと3000、7000、5000、9000で、最後に、最後の最終ダメージで、1万3000ぐらいは入ってるんですけど、やっぱ落下攻撃ループをしてあげた方がこの生物のセットであればダメージは出るのかなという気がしております。で、最後に銃撃ですね。で、銃撃がね、意外に悪くないダメージを与えられていて、おうおうおうと思ったんですけれども、まあ見ていただければと思うんですが、これね、でも銃撃ちょっとね、慣れてなくて、もっとねコンパクトにタイミング合わせればどん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 出していけるんですけど、こんな感じ1万6000とか1万7000とか出るんです。ただまあやはり、落下ダメージの方が、まあダメージ食らわずに、ダメージを避けつつ落下の時のダメージを与えられるっていうところとかも考えると、落下攻撃の方が一番いいのかなっていう気はしました、個人的に。まあ基本的に落下の攻撃を与えながら、元素スキルが溜まってたら元素スキルでガンガンダメージを与えつつ、でどんどん落下ダメージができるタイミングは落下ダメージっていうのが基本的にはいいのかなっていう気はしております。はい、では続きまして、ベネットのバフと共存した時にどのくらい、ダメージが伸びるのかというところを、まあ給湯銃になるんですけれども見ていきたいと思います。いや、ベネット強いですよね結構これはね、いろいろな場面で使えそうな組み合わせだなとは思いました。はい、では早速見ていきたいと思います。まず最初クレイちゃんに頑張ってもらいましょう。いけ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 ということで、続きましてベネット君来ました。
さて翔さんどうなるのかというところなんですけれども、これ結構軽く伸びますね。はい、まあ4万近いダメージを連続して出していけるという、まあ恐ろしいモンスターと化しましたね。これはね、完全にかっこよすぎますね。はい、では最後に同じ生物にはなるんですけれども、天空の槍での火力も見ていきたいと思います。天空の槍もね、なかなかに強いんですけれども、あの会心率が火白炎に比べてちょっと劣ってしまうっていうところがありまして、まあ会心が出る可能性がね低くなってしまうと、まあそこで、まあ、若干火力の振り幅が大きくなってしまうっていうところがあるんですけれども、他の部分で他の生物で、会心率を持ってあげればこの武器でも、まあ、ある程度安定した火力は出していけるのかなという気はしました。はい、まあ2万7000ぐらいは乗ってますからね、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。まあ今回の生物は水力2剣闘士2のまあセット固定でやらさせていただいてたんですけれども、まあ違う生物とかね、おすすめとかあればね、コメント欄とかで教えていただけますと嬉しいです。それとまあ武器、まあ今回火白炎と、まあ、天空の2本でしか見れてなかったんですけれども、気候武器とかでも十分火力が出ると思いますので、あとはキャラクターですね、キャラクターどういう編成にした方が、まあ実質パーティーで、まあストーリーとかマップを攻略していくときに使いやすい編成なのかなっていうところもね、もうちょっとね、詳しく見ていきたいなと思っておりますのでね、そこら辺とかもね、もしね、何かご意見ございましたらコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。ということで、まあ、今回はこの辺りで、終わってまいりたいと思います。また次回、何か気づいたことをやりたいことを、まあこういうのあったよみたいなのがあればね、動画にさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。という感じで今回終わってまいります。どうも最後までありがとうございました。赤でした。バイバイ。